ーン。キャプテンロージー、もっと高く飛んで星まで行きますか。もっと高く飛びますか。キャプテンロージー、聞こえますか。ほらロージー、副操縦士になって僕と一緒に飛ぶって言ったよね。怖い。飛ぶのが。ああ大丈夫だよロージー、そんなに怖くないよ。ロージーさん、お入りください。ほらね、ロージー、大丈夫だよ。僕も一緒に行くよ。いい？それはとてもいい考えね。ここにどうぞ、ロージーさん。ジョセフ先生、お待ちください。初めて歯医者さんに行ったとき、僕も怖かったよ。歯医者さんがつけてるマスクでさえ怖かったよ。でもたくさんの人がマスクをつけてるよ。こんな風に。カウボーイや消防士さんや歯医者さんがマスクをつけてるよ。ロージーも欲しい。すぐ参ります、キャプテンロージー。パイロットもマスクをつけるよ。副操縦士と話せるようにね。くっ、聞こえますか、キャプテンロージー。くっ、わーい。ね、マスクは仕事の役に立つんだよ。でも、お化け。いや、ごめんよロージー、バカにして笑ったんじゃないよ。怖そうに見えるけど、ただの白衣さ。お化けじゃないよ。歯医者さんの制服だよ。君はとてもいい歯をしているねロージーさん。おそらく、もし…うわあ。大丈夫ケール。怖くないだろ。でも歯医者さんの一番すごいのは何か知ってるロージー。何？歯医者さんは魔法で歯をピカピカにしてくれるよ。ピカ。星みたいに。わーい。いや、こんにちは、ロージね。え、あのね、キャプテンロージーって呼ぶといいよ。なるほど。やあ、キャプテンロージー。発射の用意はいいかな。わーい。ピカフフ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 フ
今日はママはケイルーとローズィーを名車さんに見眼に連れて行ってくれました。ママ、どうしてメガネをかけるの？メガネの特別なレンズでよく見えるようにするためよ。僕にもメガネがいるの？まあ、だからここに来たのよ、ケイル。見眼師さんがそれを知るために目の検査をしてくれるの。ケイルは目の検査ってなんだか怖そうだと思いました。やあ、ケイル、それにローズィーだね。僕が見眼師だよ。僕が君たちの目を検査してメガネがいるかどうか調べるんだよ。どんな検査？大丈夫だよ、楽しいから。見せてあげるから中においで。さあ、そこに座って、ケイル。それは何？これは僕たちが使う特別なメガネで、君の視力検査に使うのさ。もし君がよく見えないときは、レンズを変えるからね。こんな風に。わあ、全部ぼんやりしてる。これでどうだい？わあ、ずっといいよこれ。じゃあケイル、これからいくつか文字を見せるからね。それが何かを言ってくれるかい？これは A。 とってもいいよ。 A から始まる言葉を何か知っているかい？アップル。アップル、それはいいね。この字はどうだい？これは C。 キャロット。すごいぞ。ママがキャロットは目にいいって言ってたよ。その通り。果物や野菜を食べるのは目を健康にするためにはとっても大事だよ。ケイルーは目の検査は楽しいと思いました。じゃあローズィー、君の番だよ。ケイルーはローズィーが少し緊張しているのに気がつきました。大丈夫だよローズィー、楽しいよ。はいローズィー、これは何の絵なのかわかるかい？ワンワン。すごいぞ。これはどうだい？もう。その通り。さあ、検査はこれでもうおしまいだよ。検査の結果が出るまで外でいろいろなメガネを見ているといいよ。ママとケイルーとローズィーはさまざまなタイプのメガネを見ました。これはどうかしら？ママ、これは大きすぎるよ。間抜けに見えるよ。じゃあ、これはどう？かっこいいね。なんだか宇宙飛行士がかけそうなメガネみたい。いい知らせだよ、ケイル。君たちは目の検査がとても良かったよ。君とローズィーにはメガネはいらないよ。ああ、でも僕このメガネ好きだったのに。さあどうぞ、これは好きな時にかけてられるよ。すごいや、ありがとう。ケイルは視力が良くて嬉しかったのですが、もっと嬉しかったのは宇宙飛行士のメガネを持って帰れたことでした。ケイルはママとスーパーに行きました。ママ、抱っこしてね。ケイルはもう大きいでしょ。一人で歩けるわね。でも僕気分が良くない。ケイルーは泣き始めました。気分が良くありませんでした。あら、おでこがすごく熱いわね。お熱があるのかしら。ケイルーはママにすり寄りました。じゃあ行きましょう。お家に帰ってお熱を測りましょう。ケイルーは気分が良くありませんでした。インフルエンザでした。具合はどう、ケイルー？喉が痛い。どうやらお医者さんに見てもらった方がいいみたいね。やだ、お医者さん行くのやだ、ママ。病気の時はお医者さんに見てもらうのが一番よ。そうすればきっとすぐに良くなるわ。こんにちは、ケイル。ケイルはママのそばから離れたくありませんでした。まだちょっと怖かったのです。あら、なんだかちょっと気分が良くないみたいね。すぐよくしてあげるわ。まずはお手伝いしてちょうだい。
先生の聴診器でママの心臓の音を聞いてみて。ケイルーは聴診器を使ったことがなかったので驚きました。ママの心臓の音が聞こえました。わあ、すごいでしょ。自分の心臓の音も聞いてみる。ケイルーは自分の心臓の音を聞きました。本当にびっくりでした。じゃあ先生の番ね。ローズ先生は聴診器でケイルーの心臓の音と肺の音を聞きました。ケイルー、今度はお耳の中を見せてね。このライトでお耳の中を明るく照らして何か問題がないか見てみるわ。いいかしら。心配しないでケイルー、痛くないから。怖かったらママの手を握って。ケイルーは先生が耳の中を見ている間ママの手を握っていました。次は喉が赤くなっていないか見せてね。こんな風にお口を開けてちょうだい。あーん。ローズ先生は大きく口を開きました。でもケイルーはまだちょっと怖かったです。あなたの番よ。ケイルーは大きく口を開けてベロを出しました。あー、あらまあ、ひどい風邪をひいてるみたいねケイルー。ケイルーはママにすり寄りました。風邪をひくのは嫌いでした。ママがよく面倒を見てくれるから心配ないわ。このお薬を飲んでよく休んでね。きっとすぐに治るわ。次の日、ケイルーは少し気分が良くなりました。ママはケイルーに水を持ってきました。僕喉乾いてない。病気の時はたくさんの水を飲むのが大事なのよ。少し気分は良くなった？お熱測ってみようか。ママ。ケイルー、じっとしてなきゃダメよ。ケイルーはじっとしていられませんでした。おもちゃで遊びたかったのです。だいぶ良くなってきたみたいね。ケイルーはテディとお医者さんごっこをしたかったのでした。テディのお熱を測ってみました。テディの具合はどう？ケイルー。テディはちょっと病気なのママ。良くなるまで僕がそばにいて面倒を見るよ。それがいいわケイルー。とても優しいわね。ケイルーはテディとお医者さんごっこをするのが大好きでした。テディが良くなるように面倒を見てあげるのが幸せでした。その日はケイルーの家族にとって特別の日です。ローズィーの誕生日なのです。家族全員いいお天気の外でパーティーをしました。ママ、ママ、バウンスハウスに遊びに行ってもいい？いいわ、ケール。でも気をつけてね。ちゃんと靴を脱ぐのを忘れないでね。僕、靴は脱ぎたくないよ。言うこと聞いた方がいいよ、ケール。はあ。ケイルーはバウンスハウスをとても楽しんでいました。しかし他の子供たちが乱暴し始めました。おいおい、やめろよなんとか地面に戻り、ケイルーは他のゲームを探すことにしました。ねえケイルー、大丈夫だった？ケイルーは平気なふりをしました。それに他にも楽しいゲームはあるのです。よし、ロバの尻尾つけゲームをしに行こうよ。ケイルーは友達とロバの尻尾つけゲームを始めました。ぐるぐる回って目が回り、レオ、尻尾はそんなところに生えないよ。オッケーオッケー、君の番だケイル。しまった、尻尾はここにも生えないよ。ほら見て、
お誕生ケーキの時間よ。それじゃあみんな、ここに集まって。ローズィー、願い事を忘れないでね。ローズィーは誕生日の願い事をして、一気にろうそくを吹き消します。そして、それじゃあプレゼントはどう？ああ、僕からいい？ママ、いいわ。ケール、何かしら？ほら、ローズィー、お誕生日おめでとう。ローズィーは信じられない思いでした。自分のテディベアなのです。テディ、すごいわケール、素敵なプレゼントね。もう一つあるよローズィー。ローズィーへ、お誕生日おめでとう。楽しんでね。お兄ちゃんのケールーより。あー、ケールー、とても素敵ね。それによく描けてるわ。よかったわね、ローズィー。さあみんな、ピニャータの時間だよ。ローズィーが最初ね。いいぞ、ローズィー。ローズィーにはこれまでで最高の誕生日でした。そしてケイルーにもとても楽しい日でした。